皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、今日はご覧の通り、久しぶりにコストコに行ってきたので、はい、そちらの購入品の方を発表していきたいと思います。いや、なんか久々にコストコに行ったらもう楽しすぎていろいろ買っちゃいましたので、最初ね、ちょっと傷んじゃうから先に冷やさなきゃいけないものから紹介してっても良いですかということで、こっちから行きましょう。さっきは花正くんがね、非常に狙っているんですけども、はい、そっちから行きましょう。はい、ちょっとね、純不動、上にあるものから紹介していきます。1個目はね、こちら。これはね、なんか前からすごい気になっててさ、買ってみたかったやつ。はい、人気ですよね、チョコクレープですね。なんか冷たくてもあったかくても食べれるよっていうものだと思うんですけど、こちらを買いました。なんか何度かこうテレビとかでもね、見たことあって気になってはいたんですけど、こんな感じです。まあでもね、私これ食べてみたんだけど、意外と味普通じゃないですかなんかその生地がちょっとパサッとしてるので、なんかあれ温めたりしたら美味しいのかなと思ってチンして食べてみたんだけど、まあやっぱり生地はちょっとパサッとしてる感じがするので、なんかうまい食べ方がある人ぜひ教えていただきたいんですけど、もうちょっとしっとりしてたらいいなぁなんて思ったんですけど、そんな感じでした。まあ美味しいけど、特別リピしたいと思えるほどにうまいかと言われると、まあ微妙なとこだなって感じでした。まあね、個包装になってて、おやつに非常にねいいサイズかなかなと思うんですけど、そんな感じです。まあ一回は買ってみてもいいのかもしれない。なんかこれ逆に冷凍させたりした方がクレープアイスっぽくて美味しいのかな。うまいアレンジの仕方を知ってる人がいたらぜひコメントいただけると嬉しいです。1個目、2個目ワケワケしちゃったので写真なんですけど、こちらでございます。はい、ということで大好きな牛タン買いました。でちょっと食べちゃったんですけど、こんな感じで小分けにして冷凍してますね。なんかでもやっぱりちょっと柔らかそうな、タン元が多そうなやつを中でも買ってきてはいたんだけど、やっぱり結構厚切りなのもあるし、ちょっと硬いので、ちょっと硬いよねっていうのはやっぱり前回買った時もやっぱそれは思ったんだけど、まあ部位によってすごい柔らかいところもあれば、ちょっとタン先っぽい硬いところもミックスになってる感じなので、なんかこれあえて厚切りなんだと思うんだけど、なんかすごい薄切りでね、売ってる方が逆になんかいいかもしんないと思った。なんかこうこうは切れるけどさ、こう薄くはもうこの状態のタンになったら切れないじゃん。でもね、なんか昔は厚切りのタンが好きだったんだけど、なんか最近は薄切りのタンの方が結構好きなんだよね、なんか個人的に。なのでこの厚切りじゃなくて薄切りだったらいいなーなんていう風に思いました。その方が多分食感的というか噛み安いというか、そういうタイプなんじゃないかななんて思いつつ、まあでも好きなのでね、まあ買って食べるんですけど、そんな感じです。すっごい柔らかいという感じじゃなくて、ある程度歯ごたえはあるよっていうタイプの牛タンですね。次はですね、今回肉いっぱい買ったんですけど、こちらです。はい、まあ好き嫌いが非常に分かれるラムですね。ラムのロースがあったんで買ったんですよ。はい、これもワケワケしてすごい大きさになって、こんな感じで冷凍されているんですけども、5個ぐらいのブロックにしました。はい、ラムすごい好きで、なんかジンギスカン的なことをやってもいいし、普通になんか野菜炒めの豚肉がラムみたいなのも全然好きなので、ラム食べたいかなと思います。なかなかね、ラム好きな人が周りにも少なくて、やっぱりちょっと香りというか癖があるからね、パクチーとかラムとかって結構好き嫌い分かれると思うんですけど、私はね、すっごい大好きなんですよね。なのでラムがね、好きな人が周りにいてくれたら嬉しいなと思いつつ、一人で食べようと思って買いました。結構な重さだったんで、ちまちま食べていかないとなかなか消費しきれないかなとは思うんですけど、はい、頑張って消費したいと思います。しばらく肉の買い物はしなくて良さそうですね。次はですね、次も肉です。こちらです。じゃじゃーん、これね、中は全部入ってないんだけど、こちらです。じゃじゃーん、これもね、中出して今ちょっと冷凍しちゃったんですけど、富士みどり焼き鳥串5種、加熱用のセットです。はい、こんな感じでね、袋に入っているんですけど、これね、今ちょっと一部は冷凍したままなんですけど、中はね、こんな感じで
パックになってるんですよね。これも重串だと思うんだけど8本入ってる。で、このね、ラインナップはももが16本、皮が8、缶串、レバーね、は4本、砂肝4本、手羽先が8本っていう40本になって 1.84kg でなんと3600円だったんですよ。私ね、本当に焼き鳥がすごい好きで、鶏肉って割とあれじゃないですか。ダイエットフードというかね、ダイエットの時にみんな鶏肉食べるでしょ？はい。ということでね、私は非常に鶏肉を普段からよく食べるし、焼き鳥をね、食べるんですよ、家でも。で、今まで結構楽天のセールとかで買ってたりしたんだけど、それよりも全然安いかな。うん。まあでも皮とかはちょっとカロリー高いやつかなっていうところではあるんですけど、私手羽先も砂肝もももね、レバーもすごい普段食べるのでいいかなと思いました。普段これあったかな？なかったかなと思うんですけど、多分今からだとバーベキューだったり、こうお外でさ、そういうのやったりするシーズンだから登場したのかなっていうところなんですけど、美味しそうだったのでいいなと思いました。お得だよね。40本で3600円だから、はい。そんな価格感なので非常にいいかなと思います。はい、っていうやつを買いました。いや、国産焼き鳥串バラエティセットってですね。そもそも焼かれてて、タレ味がついてるものとかも結構多いんだけど、タレはカロリー高いから、ね、私塩でいつも食べるので、味がついてない方がありがたいです。というやつですね。次はですね、はい。大好き、パクチー。すごい安くはなかったけど、結構いっぱい入ってるので、まあまあまあ、いいでしょう。すぐなくなっちゃいます。で、小松菜。小松菜も好きなんですよ、私。で、これがすごいね、安いなと思ったんだけど、さ、みんなもさ、なんか夏に向けてちょっとやっぱ体絞りたいななんて思ってるシーズンじゃないですか。そう。ね、冬場はやっぱり生野菜とかね、そういうサラダみたいの食べるの寒くてなんか私、ちょっと嫌になっちゃうんですけど、だんだん暖かくなってきたから、こう、何？サラダとか生野菜食べたいなーっていうシーズンがやってきたので買ったんだけど、ロメインレタスね。こいつ割といつもいると思うんですけど、2個でね、なんと200円ぐらいだったんですよ。すごい安いかなーと思って買ってみました。なんか葉っぱとかもさ、嫌に高い時ってすごい高いじゃないですか。なのでね、あら安いわーと思って買ってみちゃいました。本当はね、ロメインレタスをさ、なんかオーブンでちょっと焼いてシーザーみたいな、そのままロメインレタスシーザーサラダみたいな好きなんだけど、ちょっとそれだとカロリー高そうなので、なんか程よくやっていきたいと思います。次はですね、あ、そう、これがいたの。スティックセニョール。皆さんスティックセニョールご存知ですか？ブロッコリーの葉とこみたいなやつですね。先端がブロッコリーで茎の部分が長いんですけど、私何を書くと子供の頃のおやつがブロッコリーの茎だった人なんですよ。なんか花の部分っていうか先端よりもブロッコリーのこの茎の部分っていうか根元の方の部分がすごい大好きな子供で、あれをいつもすごい食べたんですよね。だからスティックセニョールはまさしく私にぴったりなアイテムなの。普通になんか炒めてもいいし、茹でてなんかつけて食べてもいいしかなと思って。こんなにね、たくさんスティックセニョールが入ってる袋ってあんまり見たことなくて。スーパーとかでも売ってるんだけど、もうちょっと半分とか3分の1ぐらいの量でしか売ってないからね、いっぱい食べれるなと思って買いました。まあでもね、ほんとお天気がさ、いいっていうかあったかいからさ、さっさと食べないと葉物とかはあっという間に傷んじゃいそうだよね。頑張って食べます。次はですね、あ、そう、キノコ好きなんでキノコ買っちゃいました。なんかバターと醤油とかね、そういうので食べるの好きなんですよ。私エリンギ大好きで。はい、ゴロゴロ買いました。冬はお鍋で使うし、そうじゃないシーズンはそうやって炒めて食べたりとかも好きなんですけど、なんかキノコってキノコ炒めるだけでなんか一品になるみたいなポジショニングの絶妙ないい素材じゃないですか。最高です。次はですね、これで買ったの忘れてた。ブリポキ。好きなんです。前回ね、このブリポキを買ってすごい美味しかったから買ったんだよね。っていうやつです。はい。これ美味しかったです。なんか、コストコのブリ有名でしょ？それのやつだと思う。次はですね、こちら。これもいつも買ってるんだけど、はい。私、エビ大好きなので、オマールエビのビスク1000円ぐらいだよね、これね。4パックしか入ってないんだもん。もっといっぱい入っててほしいなと思うんだけど、これ本当に美味しくて、いつも買っちゃいます。なんか、ビシソワーズ出てて、おかみはビシソワーズ買ってましたね。次はですね、これ買っちゃいました。やっぱり卵。卵さ、やっぱ高いかなと思ったんで、すっごい安いってわけじゃないけど、やっぱりちょっと安かったね。2パックで500いくらぐらいなので、少し安いかな。まあ、そんな感じ。っ
ていうやつです。結構売れてました。次はですね、こちらこれ冷凍なんですけど、ブラッドオレンジジュースね。なんか私すごい好きなブラッドオレンジジュースのコールドプレスジュースなのかな、ちょっといいスーパーとかで売ってるなんかそういうのが好きでたまーに買うんですけど、それに味が似てると言われてるよっていう噂を聞いたので買ってみました。セガフレードってカフェご存知ですか？中目とかにもあるんですけど、あそこのねブラッドオレンジジュースがすっごい大好きで、一時期ハマってめっちゃ飲んでたんですけど、まあとにかくオレンジジュースより私ブラッドオレンジジュースの方が好きなので、はい、美味しかったらまたね行った時買おうかなと思ってます。シチリアからねやってまいりました。はい、ありがとうございます。次、肉はこれで終わりなので、ちょっと一旦冷やしてきますね。危ないから今の時期ね。危ない、冷凍庫がもう爆発するところだった。あ、ちょうど飲んでみる。犬は無理でしょ。いただきます。ああ、美味しい。あの、でも全然違う。よく混ざってなかったかも。よく混ぜたらちょっと近い気はするけど、やっぱりなんか、あ、こっちはなんかあれだよね、あの粒々全然ないけど、あっちはやっぱ粒々あるし、もうちょっと濃ゆい感じはするけど、でもすごい十分美味しいです。ブラッドオレンジ協会 の、 あの日本代表理事である私は OK を出します。はい、ということでブラッドオレンジジュースを美味しくいただいたところで続きを発表していこう。もう何、純不動でいい、こっちからでいい、もう見てわかると思うんだけど、コーヒー無糖のやつ買ってみました。山本コーヒーさんっていうのが非常に有名なのかどうかっていうことは私は知らないんですけども、これの1リットルが6本入ったやつを買ってみました。あ、いいね。そう、紙パックだよね。紙パックがいいの。ゴミがほら、めんどくさいからね、ペットは。こんな感じでした。中はこの牛乳タイプの入れ物。あー、なるほどね。牛乳タイプでこのキャップなので横に置いても大丈夫スタイルいいですね。っていうのがありました。なんだかんだ私コーヒー好きで、結構飲むのでいいかなと思います。今日食品先に行きたいんだけど、これ買ってみたの。こういうのはさ、ある程度どんぐらい効果があるのか知らないよ。脂肪を抑える、体に食事に美味しい特保、伊藤園さんの黄金ロン茶というものですね。こういうのが果たしていてどれほどにっていうことは一旦置いといて、なんかいつもウーロン茶飲まないんですよ。だいたい緑茶が多いんですけど、たまにはウーロン茶もいいかななんて買いました。でもね、私舌がすごいどんどん退化してきて、最近ね、冷たいお水は割と美味しく飲めるようになったんですよね。この動画を昔から見てくれてる人は、まさかリサさんがお水を飲むように なるなんてっていうね、驚きのコメントでコメント欄が溢れてるんじゃないかななんて思ってるんですけど、そう、まあでもなんか人が家に来た時とか、なんかさっと入っちゃっつってこう注ぐんじゃなくて、ほらほら茶だよっつって出したりするので、なんかそういう用でもあるし、なんかちょっとそのままどっか行く時とかは家から持ってくようなやつですね。はい、っていうやつで、これが異常に重いんだが、こちらは花畑選手が私がいない間にギジギジに開けてくれたね、はい、麦茶です。このようにね、さ、すごいちぎってくれたんだけど、中が自分の好みの匂いじゃないっていうことが後々分かって、中は開けるのやめたらしいです。麦茶4パック入ってて、結構ワケワケしたんですけど、この1つの袋で30袋入ってるので結構使えるよね。なんか黒豆茶がすごいね好きで飲んでたりしたんですけど、なんか夏が近づくと分かんないんだけど、なんか麦茶すごい飲みたくなる時ないですか？しかもこれノンカフェインでもあるのでね、はい、いろんな方にお楽しみいただけるのではないかと思います。夏はやっぱごくごく飲んじゃうから、これ水出しいけんだよね。あ、水出しお湯出しいけるやつなんで、はい、ポンと入れて作ればね、あっという間なのでいいかななんて思います。水出しはやはり便利ですね。はい、次はね、アボカド買ってみたの。なんかアボカドさ、ワカモレとかメキシカンちょっと食べたくなって、トルティーヤ買ったんで作ろうかなと思ったんだけど、まだちょっと青めで、もう少し、なんだろう、置いておいた方がいいのかもだけど、大きくて立派なアボカドだなと思って買ったの。でもやっぱりちょっとまだ硬いね。しばらくこれは、常温で保存して、
そろそろかなっていうところでの多いですね。これ多分まだね、硬いですね、全然。そういうもんなのかな。コストコでアボカド買った人いる？すぐじゃなくて、やっぱりちょっと置いてから食べるものなのかしら。ね。もうちょっと皮がやっぱ黒っぽくなって柔らかくなってきてからだよね。っていうやつですね。はい。サルサとか若漏れもやっぱなんだろうね。暑くなってくるとさっぱりしたり、辛いものとかなんかそういうのが食べたくなったりするからなのか。はい。買ってみました。次。なんだかんだ鶏ガラスープよく使うから買ってきた。別にさ、コストコじゃなくてもよくないと思ったんだけど、なんか欲しいのがあったから買ってきちゃった。鶏ガラスープよく使う。最近なんかナムルを作ったりするんだけど、ナムル作るときに鶏ガラスープを入れるってレシピに書いてあったからね、よくやってます。もやしとか、あとなんか小松菜とかで作って、なんかジャキジャキ食べてますね。うまいよね。次、あ、ねえ、これが売ってたマイプロテインのね、ロイヤルミルクティー味。私昔ライザップでミルクティー味っていうのがあって、すぎて買ってたんだけど、マイプロテインはコンビニにあるドリンクタイプの、こんぐらいのパックになるじゃん。それでしか私はたしなんだことがないんですけども、マイプロテインのね、ロイヤルミルクティー味が売ってたのかって見た。これね、こんな大きいのにまずかったら結構最悪なんだけど、これはね、国内製造のやつらしいですよ。 30g でプロテイン 21g の BCAA 5.1g ということですね。 2250g のやつ。はい、まあまあなお値段しましたよ。まあ量が重いのでね。次、ピラティスやってるから、ピラティス終わったら飲もうと思って。そういうやつですね。次、あ、もうこれ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 、こんにゃく畑でフルーツ取れたにゃくにゃくみたいな CM でご存知、こんにゃく畑です。なんかぶどうと桃のこのパックのやつが入ってたの。 150g の桃味もぶどう味も6個ずつ入ってるみたいです。はい、こんな感じ。いいよね。好きだから買いました。1個でもね、39キロカロリーぐらいと、カロリー少なめでしたね。両方ともそうかな。桃は36だ。っていうやつです。やっぱ季節でさ、取り揃えるラインナップ若干変わるよね。次。なんか美味しいのかわかんないけど買ってみました。パスタソースなんだけど、別にチキンとかそういうので使ってもいいのかなと思って。甘鶏チャーナっていう、なんかベーコンとトマト、玉ねぎ、食塩、パセリなどが入ってて、もうさ、もうパスタと絡めりゃできちゃうよみたいなやつ。なんかアレンジいろいろできるかなと思って買ってみたの。どっちにしろうちにさ、なんか黄色いインゲン豆みたいなやつできた、全部パスタとかあるからさ、まあそっちで使ってもいいし、と思って買いました。はい。なんだかんださ、みじん切りしてとかさ、材料買ってきてってのめんどいから、ここまでできてると超助かるよね。これは本当に主婦の味方だと思う。そんなに料理しない私が言うのもなんだけど。次はですねなんかね、うちにあったみりんが使わなすぎて、なんかごま油色みたいな色になったから捨てたのね。で、大きいのしかなかったから買ってきたけど、なんかみりんを使う料理をね、しようと思う。煮物とか、そういうのだよね、みりんが減るのって。結局、こんぐらいは頑張ったんだけど、あれだったんだけど、まあまあ、みりん、使うよね。うん、使ってこ。逆に使ってこ。これいつまで？2024年の10月までだから、まだちょっと猶予あるから、今年はね、頑張りたい。みりん、頑張りたいなっていう感じで。買いました。次はですね、薬局コーナーで買いました。これこれこれ、本当に効くのかは置いといて、お腹の脂肪のうんちゃらかんちゃみたいなやつこういうの一応食前に飲んでみてるんだけど、あ、入れ物はなんか前私がドラストで買ったやつと若干違う。なんかコストコにおろしてるやつってちょっと種類違ったりするのかな。これで26年の3月まで持つっていうやつ買ってました。密かな抵抗。次はですね、はい、食器用洗剤買ったの。これでね、なんか500円くらいだったのかな、すごい安かったんだよね。さあ、キュキュットのクリア除菌特大サイズ 1500ml っていうやつなんだけど、昔はね、このサイズ買ったことあるので、食器洗い洗剤ってみんな何使ってる？私やっぱり冬場とか特に、なんだろうな、お湯使ってで洗剤使ってお皿洗うとさ、結構手の皮脂持ってかれちゃってカサカサになるなと思ってね。なんか地球にも肌にも優しいよみたいな、ちょっとマイルドな感じの洗い上がりの洗剤を使ってたのね。
まあでもさ、油汚れがそんなにないお皿を洗ったりね、コップを洗うときは全然十分なんだけど、やっぱりなんか結構油使ったなとか、そういうものを洗うときにね、一発でいかないし、なんかちょっと残ってる感じがしちゃったのね。だからまあ使い分けるのがいいのかなとは思ったんだけど、やっぱりこういうちゃんと、キュキュッとっていうさ、落ちるタイプっていうのも必要だなっていう風にはなんか両方使ってみて思ったね。なのでまああんまり油汚れのひどくない時はそういうマイルドなやつで、やっぱり油すごいなっていう時はこっちを使ったらいいと思う。あとメイクスポンジとかもファンで使ったやつとかってやっぱりファンで油分だから、こういう食器洗い用の洗剤がやっぱ一番ね落ちるかなっていう感じはしたので、やっぱり必要だよねっていうことで買ってみました。いや前もね、なんか容器は捨ててなかったの、こういうの詰め替えてた。多分私また買うんだろうなって思ったから、そっちに詰め替えてね、使おうと思います。次はですね、これ、気になっちゃった柔軟剤は、ファーファーをずっと使ってたんですよ。で、フレアフレグランスのやつって、なんかいつも大容量でコストコすごい安いの売ってるじゃないですか。でも今回ね、オードリュクスの、リラックスってやつの詰め替え用が売ってたんですよ、2個でね。オードリュクスの香りすごい好きなのが多いので、多分そんなにね、なんか微妙だったっていうことはないんじゃないかなと思ってるんだけど、このリラックスの香り使ったことなかったんで買ってみました。ね、なんかまあ、お香と自分で使うものというか、お香のものを洗うときは自分のものを一緒に洗わないので、まあ洗剤、柔軟剤は分けて、ね、使えばいいかなと思ったんで、はい、これ使おうかなと思って、ちょっとまた香りはね、使ったら使い切りとかで発表しますね。はい、ということで、こちら買いました。やっと少なくなってきて、残り少ないね。はい、次こちら、じゃじゃーん。と思って買ったんだけど、オキシクリーンの車用ですね。はい、うち、車あるんですけど、それ拭くのにいいかなと思ったの。でもね、なんかこれね、実際にこのワイプ使ってみたんだけど、なんかちょっと泡が立つのね。で、なんかそのままでもいいらしいんだけど、なんかちょっと気になっちゃったから、やっぱりその後水拭きを空拭きした方がなんか私的にはいいかなと思った。あとやっぱオキシクリーンとかそういう洗浄剤が結構ついてるところに子供とか犬とかはどうかなと思ったんで、うん、やっぱりちょっと気になるところはあったんだよね。だからすごいいい製品かどうかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、って感じだと別にこれじゃなくてもいいかもしんない。はい、っていうやつを買いました。まあでももったいないからね、一応使いますけど。はい、次はですね、こちら。はーい。クイックルワイパー。本当は私、匂いありのタイプの方が好きなんですけど、こっちはなんかストロングの、立体ウェットのやつしかなかったのね。まあ、でも、使うしと思って買ったの。なんだかんださ、うち、フローリングの部分とかも多いし、ちょこちょこクイックルワイパーは使うので、消耗品だよね。はい。買いました。はい。次で最後かな。もう一個あったわ。はい。次こちら。替えブラシ。すごいいっぱいなんだけど、なんかやっぱりね、トイレのブラシって、洗った後にやっぱなんかあんま衛生的じゃないかなってやっぱ思ってきちゃったね、最近。昔これ使ってたこともあったんだけど、やっぱりこっちに向かしてみようかなと思ったの。でもね、これ詰め替え用しかなかったから本体なくて、本体もまた Amazon とかで買おうかなと思ったんですけど、詰め替え用でこれ48個も入ってるんで、結構できるかなと思いました。なんかそんな感じ。気になっちゃうね。だって歯ブラシとかだってやっぱり下まで綺麗にできないからさ、月1ぐらいでは変えたりするでしょ。なんかすごい気になっちゃったね。山崎実業かなんかにこれのさ、いいスタンドが売ってた気がしたから、それと合わせて買おうかなと思ったの。はい、っていうのでなんか今後変えとこうと思って買いました。はい、じゃあ次、最後がこれかよっていう並びになっちゃったんですけど、こちらです。じゃん。なんかね、美味しそうじゃない？よくわかんないんだけど、ホタテのソース、スキャロップシーソース、どういう風に何使ったらいいのかわかんないんだけど、貝の出汁ってめちゃくちゃ美味しくない？何に使ったらいいのこれ。ホタテのなんか炒め物とかにこれを混ぜてあげて、一気になんかちょっと海鮮風味なし、あれ仕上がるみたいな感じが、オイスターソースのちょっともうちょっとあっさり塩味バージョンみたいな感じなのか全然わかんないんだけど、なんかね、すごい目を奪われたの。売り場にこうやっていてさ、って思って、なんか思わず手に取ってたからね、よくわかんないんだけど、なんかはい、これ買ってみました。こんな感じでした。久しぶりに行ったからやっぱりなんか買いたいものたくさんあったし、いろいろ買っちゃった。でもなんかどれもちゃんと使いそうなものだし、いいかなって思ってる。うん、
全部で4万4千円分ぐらいかな。なんか食べ物がほぼだったのに、ほぼ一人暮らしでよく買ったなって思ったんだけど、なんか買い物行くのも面倒だからさ、なんかちまちま買うとしかも意外とかさむ気がするから、こうやってまとめて買ってしばらく買い物しないっていうのが一番なんかいいんじゃないって最近思ってるからね。これでしばらく家にこもろうかなって思ってます。暑いし、うん、そんな感じですかね。はい、というわけで久しぶりのコストコの動画は楽しくていろいろ買いまくっちゃったよっていう動画でした。ぜひクレープの美味しい食べ方を知ってる方がいたらコメントください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。